トマトの会の野次、と言います。どうもありがとうございます。次のトマトの会の企画がまだ決まってなくて、また2ヶ月に1回ありますので、次の企画が決まり次第、またツイッターとかフェイスブックを通じてご案内したいなと思ってるんですけども、取り急ぎ、トマトの会として協賛して応援しているイベントがありますので、ちょっとそちらの方をご案内させていただきたいと思います。安保法制とかっていうところで、よく中国の脅威論とか最近言われ始めてますけども、一体その日本人として、日本として中国とどう向き合えばいいのか、世界的に中国はどう見られているのかというところを学ぶべきかなということで、日本中国友好協会北支部というところが、元外交官の浅井元文さんという方を招いて、世界から見た中国、日本から見た中国というテーマで、講演会を行うことになりました。こちら2月の20日土曜日、来週の土曜日ですけども、ホクトピアのドームホールというところで昼の1時40分から、これを行うことになりました。トマトの会の方でこれ協賛して応援しているイベントです。こちらの会費が800円という形になりまして、定員が、消防法の関係もあって会場が150名しか入れないので、チケット販売してやっているものになります。こちらよろしかったら皆さんご来場ください。チケット今日販売してますので、よろしくお願いいたします。